Xbox, Xbox 360, Xbox 360の技術的問題、死のアカリング、ハードウェア的な不具合の発生時に表示される、Xbox 360の技術的問題では、マイクロソフト社の家庭用ゲーム機、Xbox 360において報告されてきた、いくつかの不具合について解説する、Xbox 360は発売当初から、 プレイ中の異常停止、ディスク損傷等の問題が指摘され、一部ユーザーからの集団訴訟に発展した。MS は発生確率ごくわずかとしたが、ハード設計とその他の諸問題は解決されず、北米で2006年12月に保証期間を90日から1年に延長。2007年4から6月期に、 全世界における修理交換のため20億5000万から11億5000万ドルを計上し、7月にはランプ3個が赤く点灯する場合に、限り3年へと保証期間を延長した。保証期間切れのために優勝修理したユーザーには修理代返金を実施。なお、1台あたりの修理費用は330から660ドルと推計されている。一般的に、 加減製品の故障率は5%程度が販売できる限界だと言われるが当初からこの水準を上回るという報道がなされてきた。ワイヤード氏によれば Xbox 360の製造に関係する内部関係者の話として故障しやすい原因は設計上の欠陥と発売前テストの不適切さにあるとされた。発売開始から数ヶ月間、マイクロソフトは Xbox 360の故障率が消費家電製品の平均である3から5%程度であるとしていた。マイクロソフトは公式に故障率に関する統計を発表したことはない。同社の方針はそうしたデータを公表するのではなく、発生している技術的問題を迅速に解決するという方向性である。 しかしながら、家電製品としての平均をはるかに上回る故障率33%という、噂は根強く存在してきた。2007年7月5日、マイクロソフト S インタラクティブエンターテイメントビジネスの副社長、ピーター・ムーアは、XBOX360 に問題が発生している、ことを公開書簡の形で認め、赤ランプが3個点灯する、死の赤リングの場合に限り、 保証を3年間に延長するとした赤ランプ1個のみの場合は、この保証の対象外である。2008年2月13日、電化製品の保証サービスを取り扱う独立。採用テスキトレイドは、XBOX360 本体の保証率は16.4%だとし、し市の赤リングはそのうち60%で確認された。この調査は、サンプル数は1000以上だが、実際は、 もっと多いと見られる。2月15日、マイクロソフトのジョージ・ミエロは、この報道について、憶測にはコメントしない。その報告をまだ見ていないし、データを発表した会社についてもよく知らない。測定の手法にも問題があるだろうとした。2007年11月頃から、初期型より、発熱量や消費電力の少ない、ファルコンと呼ばれているモデルが出回るようになった。 日本でも11月から投入されたバリューパックはファルコン搭載型とされる Xbox 360が一般的ハード障害の状態になると赤ランプ3個の死の赤リングが本体全面に点灯する。何人のユーザーがこれを経験したかは現時点では不明である。死の赤リングについてはユーザーの間で誤解もある。一般的ハード障害の場合。 赤ランプは3個点灯するが、AV ケーブルが適切に接続されていない場合は、赤ランプが4個点灯するためである。ゲーム付属製品を製造する内い社の冷却ファン、インタークーラーを取り付けた場合、一般的ハード障害及び ACE アダプタの加熱を引き起こすことが多いと指摘されている。マイクロソフトは、同製品を使用した場合、消費電力が多すぎるため本体に問題を引き起こす。 場合があり、保証が無効になると述べている。また、電圧急上昇保護装置に電源コードを接続すると無用の電力を消費し、不具合が起きる場合があるとしている。マイクロソフトは製造上の問題は解決済みとする一方、過去に発生した問題については言及を避けている。しかし、同社幹部は2007年7月5日に開いた株主説明会において、 いくつかの製造上の問題点について研究した。稀一般的ハード障害に陥りフリーズ後リセットしても、レッドにならず電源が入ることがある。しかし電源が入っても、Xbox 360のロゴで停止し、さらにリセットすると赤ランプが3つ点灯する。Xbox 360は不十分な冷却を原因として、使用中に非常な高温となる。この高熱によって、 CPU、GPU とマザーボードを接合する、ボールグリッドアレー式、ハンダ接合部が主観、誘拐するために故障すると言われている。環境問題への配慮から、近年使われるようになった、無縁ハンダが使用されている場合、その種類によっては鉛入りハンダより剛性が劣る、ことがあり、問題の悪化を招く、ドイツのゲーム雑誌 CT の記事、3台に1台は、故障するによると、 Xbox 360に使用されている無縁ハンダの種類に問題があり、長時間高熱にさらされると脆くなり、金属疲労や亀裂が生じる性質があるとされている。また、当該記事では、マイクロソフトが10億ドルの修理費を内部的に引き当て計上し、修理、交換に対応しているとした。また、2007年5月7日ブルームバーグ氏のホーシルベによると、 Xbox 360の世界最大の小売店である3社 EB ゲームズ、ゲームストップ、ベストバイに取材したところ、顧客から返品される率は30%から33%だった。Xbox 360のヒートシンク、排気口、ファンでは使用中に常に作り出される熱を排出しきれないため、クラッシュフリーズ、故障の原因になるとされている。 マイクロソフトは65ナノメートル CPU を搭載したファルコン型マザーボードをすでに市場投入しており、2008年後半には65ナノメートル GPU も搭載した新型マザーボード、通称 j a s p ー） r を投入するとみられる。2007年10月号オフィシャル XBOX マガジンによると、x b o x 3 6 0 e l i t e とプ r ミアムズの新規出荷分については、 大型化したヒートシンクが取り付けられているとされるが効果については現時点で不明である。サードパーティーからは外付けクーラーも発売されているがクーラーが溶けて固着する内部のプロセッサーを損傷する保証が無効になるといった問題点が指摘されている。2005年末に Xbox 360が発売された直後からディスクに炎上の引っかき傷ができるという苦情が ユーザーから出始めた。llamma.com の調査によると、Xbox 360搭載のドライブの中には、ディスクを定位置に固定する機構に欠陥があるものが見つかった。よって、作動中に本体を傾けたり動かしたりすると、ディスクに傷がつく場合があり、最悪の場合は読み取り不能になる。この問題は、保証対象外だったが、マイクロソフト Xbox ディスクリプレイスメント。 プログラムが導入され、一部制限付きながら、ディスクの交換が受けられるようになった。ヘイロー3リミテッドエディションについては、同プログラムのウェブサイトにおいて2008年2月1日まで、無料交換が行われていた。XBOX360 の発売日は、アメリカとカナダが2005年11月22日、欧州と日本では12月上旬だったが、同月中には、様々なサイト、 雑誌で不可解な騒音が報告されたディスク損傷は、ドライブの欠陥が原因であることが判明したが、本体を水平に設置し、ディスク読み取り中に動かしたり衝撃を与えなければ、避けられるとされた。2005年12月、マイクロソフトはこの問題への対応として、パーフェクトダークゼロだけは、ディスク症がなくとも、交換を実施するとした。 Xbox 360のディスク損傷問題は2006年に数々のマスコミで取り上げられた。2007年2月、消費者問題を扱うオランダのテレビ番組カッサは消費者からの苦情を受けて炎上に引っかき症ができ、そして Xbox 360の光学レンズが適切に静止せずにディスクに接触するという構造的欠陥によるものであるとした。また、 Xbox 360に搭載されている、東芝サム寸製ドライブには、ディスクへの接触を防ぐゴム製クッションが、光学レンズ周辺に取り付けられていないことを指摘した。雑誌、ハードウェリンフーは、読み取り中に本体を動かすと、ディスクに傷がつくことを証明した。これを受けて、2007年4月、オランダのテレビ番組カッサは、2月の番組以降に、 寄せられた1000件の被害報告について検証した。これら消費者は動作中に本体を動かしていなかったが、水平ではないなど置き方に問題があることが証明された。カッサの4月の番組によると、完全な水平かつ無振動状態にし、人が一切立ち入らない環境において、離れた場所から5時間ゲームをした後にディスクを調べたところ、9台のうち1台でディスク症が発生していた。 同様にして、縦置きで検証したところ9台のうち3台で深刻なディスク症が発生した。この番組は2007年4月14日に放送された。カッサのウェブサイトでは検証条件や詳しい情報が英語で記載されている。2007年4月14日の放送の1日前に、カッサがオランダマイクロソフトに問い合わせたところ、通常の仕様で ディスク症が発生する場合があるとの回答があり、オランダの消費者のために解決法を探していくと述べた。マイクロソフトは、この番組の放送から10日後である2007年4月24日に、以下のようにコメントしたカッサが行った実験に、当社は参加しなかったため、検証方法がよくわからないので、結果についてコメントすることはできない。通常的使用においてもディスクに、 傷がつく場合があることを認識しているが、この問題について広い範囲から報告を受けているわけではない。当社の消費者全員が可能な限り最高のゲーム体験を享受している一方で、こうした問題が起きていることを懸念している。カサの指摘した使用方法でディスク症が発生した顧客には当社に連絡するよう進めている。本体を調査し、 必要であれば完全なものとなるよう修理を実施する。加えて、ディスク交換についての情報を顧客に提供している。オランダマイクロソフトは、保証期間内のユーザーに限り、ディスク損傷が発生した本体を無料で交換している。しかし損傷したディスクの交換については待ちまちである。カッサの蒸気番組とその続編の中では、マイクロソフトヘルプデスクの担当者が本体交換に応じる一方で、 ディスクの交換を断る模様が収録されている。マイクロソフトが発行したディスクについては、交換が受けられる地域もある。2007年6月1日、欧州委員会の消費者問題担当官である、メグリー・ナ・クネバは、カッサの番組制作者やオランダの消費者、問題団体から聞き取り調査を行い、欧州委員会が、XBOX360 のディスク損傷問題を調査し、 マイクロソフトに欧州全域でのディスク交換を求めていくと発言した。マイクロソフトからの回答は1週間以内と見られたが、マイクロソフトはディスク損傷の問題の存在自体を否定、ユーザーの責任と反論した。2008年1月現在、メグリーがくねばのウェブサイトには、マイクロソフトの対応や調査結果について何も書かれていない。2007年7月9日、 設計と製造上の欠陥を有する Xbox 360がディスクを損傷したとして、フロリダ州のホルヘ・ブラウアーが、同州連邦裁判所で、マイクロソフトを提訴した。訴状によれば、マイクロソフトは何千もの苦情を受けているにもかかわらず、損傷ディスク全部を回収しなかったとしている。なお、この訴訟は、集団訴訟である、ワシントン州シアトルでもディスク損傷について、 集団訴訟が起こされた。2006年11月1日の更新パッチでは、本体が起動不能になった。症状はパッチ適用後に突然再起動し、エラーメッセージが出たまま正常起動できなくなる。この更新パッチの不具合に対して、500万ドルの賠償金と無料修理を求めて、カリフォルニア州のケビン・レイを筆頭として、 マイクロソフトに対する集団訴訟をワシントン連邦裁判所に提起した。こうした訴訟は2度目であり、1回目は2005年12月の発売直後に起こされている。マイクロソフトは死のアカリングと E74 にエラーについては保証を3年にしたが、それ以外の不具合については1年間のみ保証している。故障時には優勝修理することになる。 正式発売されていない地域のユーザーは、保証が受けられない場合がある。修理された本体には90日の新たな保証がつき、新保証期限と元の保証期限のいずれか長い方が適用される。修理にかかる日数は21日程度とされる。30ドルほどで1年間の保証を最大2年まで購入することができるが、大手小売店ゲームストップは、保証の販売を一切停止した。 ありがとうございます。